海と日本。坂出市シャミ海水浴場に来ています。実は今日が海開き。地元の子どもたちが楽しそうに水遊びをしています。瀬戸大橋のたもと、シャミ島にあるシャミ海水浴場。坂出市で唯一の海水浴場で、年間およそ2万人が訪れます。この日は地元の小学校の児童たちなど43人も参加。海辺には元気にはしゃぐ子どもたちの歓声が響いていました。こちらの海水浴場を50年近く見守り続けているのが高尾義明さん、80歳です。今年のこの海開きは最高じゃないかと。あれな、お子さんも大勢来てくれてな、盛り上げてくれ、行政にしたってみんなな、力入れてくれ、天気までがこんないい天気にしてくれてありがたいと思っております。高度経済成長期、近くの万の巣が埋め立てられ、周りの漁業者が丘に上がる中、高尾さんはここ三味島で漁師を続け、この海水浴場を自治会の仲間、そして行政とともに守ってきました。すると2006年には環境省の海水浴場100選に選ばれたのです。ここは災害の少ないとこやから海もきれいな、そういうわけで100選のああいうのもくれてな、これからの新しい時代を見ながらな、やっぱりそういうのこの浜をな、大事に守っていかねえかとは思っておるんやけどな。地元のみんなから愛される海、これからもずっと大切に残していきたいですね。